クワスで作ったオクロシカオクロシカはロシアの冷製スープである。アクロシカまたはオクロシカとも呼ばれる。このスープの名前はロシア語で細切れにすることを意味するに由来する。この伝統的なスープは主に生の野菜、茹でた、じゃがいも、鶏卵、ハムとクワスを混ぜる。他にはクワスの代わりに薄いまたは希釈したケフィアを使用する作り方もある。 ケフィアで作ったオクロウシカ材料は四角く、細切れにし食べる直前にクワスと混ぜる。細切れの材料とクワスの分量は牛乳に入れるシリアル食品と同程度である。直前に混ぜることで野菜のシャキシャキ感が残される。オリビエサラダと材料が類似しているにもかかわらず、このためオクロウシカの味はこのサラダと全く異なる。オクロウシカは クワスの爽やかな味とサラダのさっぱり感の組み合わせにより夏に最適のスープとされている。スプーン一杯のスメタナとホースラディッシュやロシア産マスタードを加えた食べ方が好まれる。好みで塩と砂糖が加えられる。ありがとうございます。